さあ始まりました TYT の釣り道南、はい、今日はですね、はい、海釣りチニング編でございます。はい、はい、チニングでございますね、はい、まあ約1年ぶりのね。そうだね。もうこの季節になってきたら、うん、もう毎年恒例で、うん、ここ来ようかなみたいな。この釣り台をやっぱり釣りたいなと。でもタックルとかもロアとかも去年と全く一緒でございますね。そうですね。基本的にははい、ペギングロッドにまあそのフィーライン08ぐらい巻きまして、リーダーがリーダーが今今日は14ポンド。14ポンド、はい、プロですか。プロの14ポンド、はい、で、あれですよね、まあざっくり言えばジグヘッドになんかワームつけてるってやつですよね。そうそう、ジャッカルセット。ジャッカルセット、うん、両方とも。両方ともちょっと手のひら、手のひら的に、はい、これを投げて、うん、まあ基本ズル引きですね。うん、ね、マビュー投げて、両方ともまで落として、そしてこのままズル引き。なるほど。多分去年も同じこと言ってるけど、うん、このタダ巻きのズル引きみたいな。なるほどね。なぜかって、うん、楽だから。あと差を動かせる。これズルズルやったら結構だるいじゃん。なるほどね。で結構探っていきたいから、ここ、うん、ここのラインをね、うん、だからテンポよく行くためにも。なるほどね。でこうやって今根に引っかかるわけですよ、うん、岩とか、うん、それについてるやつをゴゴゴゴンと食ったらいいなとかね。いい感じだね。オッケーオッケー。今日は潮的にはですね、うん、もうすぐ、もう大潮なのかな、うん、大潮の満潮か、うん、大潮の満潮で、うん、満潮からの上げる、あ、下げ、下げね、うん、下げ狙いっていうのがまあいい時間帯らしいっていうことね。でまあ時間的には言わずね、的なやつ ね。でまあその下げ切っちゃった夜の時間までやるかなって感じですね。そうそうそう、はい、よろしくお願いいたします。はい、私もやりたいと思います。はい、当たった？なんか当たったの？多分根魚だと思うよ。間違いなく当たり。でも根魚でも釣れるの？釣れる釣れる。乗るっちゃ乗る？乗る乗る乗る。じゃあ根魚でも釣りたいね。だって俺この根魚釣ったことあるもん。あ、そうかそうか。あ、今のは違う。今のは違う。はい。今のは岩。岩ですか。なんか何かと思ったら、いや、まあそうかなって。なるほどね。今日はですね、皆さん気温分かるかなって、今もう満潮なんで、満潮の大潮なんで、もう普段ここ降りれるんですけどね、うん、降りれないですね。そう、だからこの上からやってるんで、ね、そうなんですよ。去年のその夜の動画はここの下で撮ってました、うん、そうだね、この下でやってた、ね、そう、ここはこんな大潮じゃなければ降りれるもんね。降りれるもんね。今日はできないと下がってこれば降りれるけどね。そうだね。まあでもそのやっぱりこう明るいうちに釣りたいよね。釣りたい、できれば。でなんか重たいなと思ったらね、なんか草がたくさんついてた。なんせ経験があんま少なくてね。そうだね。むずいよね。でよく釣る人たちは結構何いい時間帯に毎日ちょこちょこ来るっていうからね。そういうのが大事らしいね。で俺ら1年分だから。まあでもとりあえず俺もやってないよりはいいだろうと思ってやってます。はい、はい、三脚置けるんでね。はい。今当たったよね。今当たったの？え？それ当たったの？いや今ゴゴゴゴってなったから、うん、まあぶっちゃけ本当にこの足元なんだけどさ、うん、この本当にこの辺、うん、このね、最後回転するこの上に上がってくるやん。うん、ゴゴゴってなったから今焦ってくるって合わせたんだけど、今当たったよねこれ。え？え？根がかりじゃないよね。まあ根がかりだったらゴゴゴゴんじゃないもんな。すっげえゴゴゴゴンってなったんだよ。じゃあ目がかりだったらこれだから、俺のなんか今の状態だから、俺のイメージだと。もうそのピックアップでさ、うん、こう上がってくるじゃん、上がってきて引っかかるとこないなって思った時にゴゴってなったから、じゃあ結構手前にいるかもね。そうだね。今勘違いかな。わからんな。わからん。ちょっと自信がない。ドキッとしたな。ドキッとした。めちゃくちゃ焦ったもん今。
めちゃくちゃ寝かかっとるし。めちゃくちゃ寝かかっとるもん。そうなんだよ。今あのてっちゃんが当たったって言ったから、あ、撮ってあげなきゃと思ってカメラ持ったら俺が寝かかっちゃった。めちゃくちゃ寝かかっちゃった。やだよ。まあまあこういう岩系のやつハマると撮れんでね。一回かかった。まあな。だからあの今日はその何数が少ない。ジグヘッドとかじゃなくて、ちゃんとそれなりに余裕があるそのセットかというか、これあるだろうなと思って。取れなさそう。いろいろやっとるけどさ、取れなさそうやね。だから諦めた時に取れるから最後最後。だな。じゃあ時にあげるっていう。あ、来た来た来た。じゃあ。来たぞ、イエイイエイ、来たよ。何これ、寝魚か、寝魚、分かんないけど、何が来たんや、何が来たんや。何が来たんや、来た、やった、本命じゃないこれ。え、本命じゃない、本命決めるか。やった。ネット、リュウジ君が助けに来てくれたよ。マジか、来たよ。やったマジか、やったよ。すげーじゃん、やっぱり。キビレだね。キビレだね。あんでも。いやでも、ちょっと待って。やったよ。1年ぶりに来て、あの、ね、今日ですね、来る前に釣り具屋さん寄ってね、いろいろ情報聞いてきたんですよ。釣れてないとか言われて。そうだね。どなんかもう、ちょっと終わったわ。あったよ。そしてリュウジ君、今 100m 遭遇ぐらいしてきてくれてね。ありがとうございます。いやいや、すげえ、マジか。ちっちゃいもんじゃん。やったやん。いやすごいやん。マジ。違う違う、なんかおかまみたいな、おかまみたいな人がいたけど。釣れたやん。リュウジ君、ちなみに今いきなり初と、あれでしょ、今日。そう、今日いきなり初と。実はいたって今日ランディング係って思ってた。あ、近くね。何のワーム使ってんのこれ。これあのー、なんだっけ、ちょっと後から、はい、はい、じゃあちょっと、俺、ライト取ってくるかな。はい、というわけでね、はい、ライト持ってきました。はい、はい、どうですかこれ、皆さん、ちょっとガブッチいっちゃったね、これがっつりですよ。ほんとやん。ね、しっかり食ってるよね。ね、まあ本命じゃないけどね、1年越しにこの釣りして釣れたからね、もう上出来ですよ。てっちゃんのテンションの上がり方ね。今日はマジでいつものバスよりテンション上がってる。珍しくめちゃくちゃテンション上がったからね。あれ意味わからんガッツポーズしたと思う。本当。やったまあ、ありがとうございます。よかったね。やった、釣れた。はい、はいはい、今日ね、釣れたルアーを紹介します。はい、両方ともジャッカルね。ね、ジャッカルのこの、まあ、ジグヘッドチックのやつ、ジグヘッドか一応、これがチビチヌヘッドの今日は 5g を使いました。チビチヌヘッドの 5g、 はい、これですね。ここね、で、ワームがチヌムシね、チヌムシの 1.5、でカラーはこれレッドゴールドフレークってやつだね。なるほど。でこれをまあこういうセッティングね、まあ取るのが難しいぜ。はい、これを投げて、スティボトムつけて、ズル引きね。なるほどね。そうするとゴン入った。入った。嬉しそうだな。いや、1年越しのね。そうだな。やっぱりこれは嬉しいね。あ、はい、俺も興奮しちゃった。はい、で、リュウジ君もめっちゃ嬉しそうだな。まあ引き続き頑張りましょう。まだ時間はね、結構来て。そうだね。30分から45分ぐらい、ぐらいでね、リアル。よかったね。よかった。だから海っていうのはこうやっぱり潮のタイミング大事なんだろうね。ね。うん。からまあ、今からでもまだいい時間なはずだから。そうだよね、下がりきっちゃうときついけどって話、ね、そう今下がってる途中だから、多分これね、まあ、もう今見えないと思うけど、初めさっき映してたやん、もうちょっと減ってきてるから、だいぶ潮が動いてるよね今ね。そうだね。だからその動いてる時が、チャンスということで、はい、引き続きね、はい、はい、頑張りましょう、はい、でも、照明持たないと撮れないから僕竿置きました。はい。サクッとな。サクッとね、はい、はい、よかった ね、ね。これキビレがおるなら黒だよっていいってことでしょ、多分。えっ、ー、と、
しびれは割と泳いでて、クロダイ は停滞してることが多いから、でまあここはクロダイもいるから、うん、なるほど、まあ釣ってはいないです俺去年もキビレだったもん ね、 そうだね。だからちょっとクロダイね、うん、チル狙いたいね、ちゃんとね。あの去年のそのキビレ動画で釣った日の前日はクロダイ釣れてた、ね、そうそうそう、だ動画内で俺キビレしか釣ってない人だから、うん、ちょっと本当は釣りたいね。だな、うん、もう本当にそっくりなんだからクロダイの方も来いよって感じだな、ね、多分魚あんまりわからない人が見たらほぼ同じ魚だもん ね、 ね、うん、見た目ちょっとヒレのところが黄色いだけだもん。そうそう、ちょっとカメラ持ってる男たちで動画に入っとこうかな。まあね、カメラ持ってる男には照明を、あ、照明の照明さん、照明さん大変だよね、俺カメラ兼今照明さんなの、ね、谷が今映ってるのかどうか知らんけどね。俺は映ってる普通だ、ちゃんと俺だって確認してから来てるから普通だ、あ、そういうことね。あ、だからその棒ふわーっと浮かんでんじゃない、暗いから映ってないかもしれないね。まあその可能性ある、うん、でもこんなに近い照明さん業界にいないと思うよそれで可能性あるな、これ。そうだな、最後まで、最後までちゃんと男だなぁ、なんてなんて持ってる男だね超感を必要とする番組としてはもう本当に最高で、ありがたいことに。でも確かにカメラ向けられたらね、釣れんっていう人多分おるもんね。なんかと思うよ。あ、俺かな。え？俺かもしれん。ちょっとリズム狂って。ああ、そうかもしれん。ちょっとリュウジ藤井的にはちょっとね、やっぱりなかなかねカメラ向けられるとね、うん、難しいんだよね。めちゃくちゃ今いい顔してる。ポンと引っかかったら止めて、このポンと外れて、この結局バスと似てるよね。リアクションなのかもしれないよね。まあそうだね。岩に岩を引っかかって外した時にゴンって来てるから大体。ん？来た？マジ？来た？来た？リュウジ君が。びっくりしましょう。私降ります。てちゃん降りてくれるらしいよ。やっぱねリアクションだわ、てちゃん今話しとった通りだ。くっついちゃなかったりしてね。ちゃんとちゃんと、おい。そうだ、これが。てっちゃんがトラブってます。おい。これがくびれだ。くびれ？やっぱねめっちゃ手前。めっちゃ手前だった、うん、でも大潮だからやっぱり手前にいるんだね。これ今やったー、やったやん、やったやん、やったやん。いやー1年ぶりのリベンジです。ちょっとリュウジ君ね、予定より1時間延長しちゃったからね。そうだね帰るのね。そうそうそう、わあすげえ、リュウジ君やりました、やりました、延長した甲斐があったぜ、やったイエーイ、釣れたやったやったー、これもキビレだね、こことね、ここが分かりやすく、やったね、ほんと嬉しいんだけど。リュウジ君またほんと手前で、うん、俺のあのワームパクってな。あ、そうだね、そう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 、完全に俺あのリグってたら、うん、そのワームちょうだいって取られたからだから同じだから、あのチニムシのあの赤が今日はいいんだね、はまってる、あれはいいね、あれがはまってんだね、うん、だって手前でトントンって外した瞬間だもんね。やっぱそうだ、ただ俺さっき言っとったや、うん、リアクション的に その話をしてた時に釣れた、ま、そういうことなんだね。なるほどね、今日いいですね、うん、ね、あの実はこれあの僕さっき回せてなかったんだけど、ちょっと前にまたてっちゃん当たったんだよね。当たったっていうか石乗って、そしてあの最後そこを抜き上げようと思ったら、うん、そこでバラすっていうランニングにミスったっていう、ね、で結構手前にやっぱりいるなって言ったら、うん、来たっていう。おめでとうございます。ありがとうございます。よかった、嬉しい、イエイイエイ。さあてっちゃんだけ足場がね、下にできたんで降りました。ね、さっき上にやっててバラしたからね。そう。悔しいから。うん。もう降りてやろうっていうね。そう。で、俺はライト持ってるし、うん、まあもろもろな理由で頑張って上から撮ります。頑張ってください。はい。
あーめっちゃ行く、めっちゃ行く、はい、バラさんですか。おー、いいね。でかい、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 でかくない、これ、あ、でかい、うわすげえ。うおー、でかい。じゃあ、イエーイ。黒だね。黒だね。イエーイ。最高やん。でかっ。でかないこれ。60ぐらいあるんじゃない？でかない？でかっ。これ50はいったっすね。本当にでかいやん。やった。マジでかいやん。めっちゃ焦った。俺サウンドボイとか知らんし。見てくださいよ。これ。でかいよ。でかっ。これちょっと当てる。うわぁ、うぃ、うわぁ、でかい。これいくつぐらいなんだろうね。やべやべ、マジか。あしかも本命のね、黒鯛だね。黒鯛、ひめちゃん釣れましたね。これがヨギちゃんがいつも大好きでたまらない黒鯛ってやつ。あの前打ちで釣りたくてしょうがない。そう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 、これですわ。いやー、ヨギちゃんがまたこれ、ジラシいっちゃうな。やった、めちゃくちゃ引いた。よかったな。あ、めちゃくちゃ引いとった。やったな。やばかったもん。うん。ちょっとさっきのとは全然引き違うなってもすぐ分かったけどね。ほんと？はい。へー。まあ大きさも大きさだしね。そう、もうこの見てばっくり感。ほんま。ね。ばっくりだね。ばっくり。やばいね。ふわー。うおかっちょいいもん。これはできへんよな。これはかっちょいい。やべえだろこれ。くわー、もうばっくりこれ。くわー、たまらんね。たまらんね。やったね、やったね。はい、はい、ありがとうございます。はいはいはい、はい、ということでですね、はい、まさかのよかったね、ドラマ業まで釣れたっていうね。ほんと割ともうそろそろもう帰ろっかぐらいのね。そう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 、そう時間的にも。もう潮もだから結構割と下がったから、うん、で止まる直前で、ね、そうそう、もう潮もちょっともう止まってきたから、うん、もうそろそろだねみたいなことを言ってたら、うん、釣れるっていうね。ドラマだったね。最高だった。しかもでかかった、めちゃくちゃ引いた、うん、ね、本当な。しかも本命のチヌが釣れました。クロダイ釣れまして、ね、で同じワームだったよね。そう、同じ、全く同じセッティング。セッティングもね、はい、そう、まあ、よかったね。ちょこちょこローでしたけど、今日はあの色が良かったかなみたいな。そうだね、赤色のね、感じでね。チニムシ。リュウジ君もだって同じやつっていうか、てっちゃんのやつそのままもらってた。そうだね。いや、良かったんじゃないですか。本当に。1年ぶりにやって、はい。そう、まあ釣れたからね。うん。まあこの後は今から帰って調理編取りますんで、ね。そうですね。はい。はい、また僕は美味しくいただけさせていただきます。はい。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではあの僕ちょっと両手塞がってるんです。それでは。カットです。いやー、リュウジ君のそのキャップ俺も欲しいな。そうだね、やっぱ可愛い人にはホイホイついてきてるね。そうそうそう、釣りガールのさんの ね、うん、ぜひね、ぜひお会いしたいね。今後うん、そうお会いしたいし、ラパラのラーも使ってこ、ラパラのラーも使って